あの時ミロは言ったんだ。俺たちにいつか大変な危機が訪れると。大輔はあの時からずっとおかしかったんだ。俺がみんなを守るとか運命だとか迷惑だって言ってんの。起きるんだよヤバいことは。何これ、風車どこ行っちゃったの。さあ始めようか。みんなを守ると誓った。それが使命で運命なんだと思っていた。このままだと確実に死ぬ。私はアーブ第4方面本部所属のバランサーミロだ。ミロ、ミロだって。ここは2388年の日本。ディビジョンズとは何者なんだ。これってストリングパペット、我々の切り札だ。こいつならリビジョンズと戦える。俺がみんなを守る。わがままでごまかさないで。ヒロが言った通り、これが俺の運命なんだ。それが調子に乗ってるって言ってんだ。お前一人の力で全てが回ってるとでも思ってるのか。昔みたいに戻れたと思ったのに。みんなを守り抜く、それが俺の使命であり運命だから。自分では浮かぶと